ちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天是我跟文章的宝宝的性别派对，耶耶！那现在呢，我们两个在家里准备，我们已经准备了一个气球，我们先把它挂在这里。那其他呢，我们现在才要开始装饰。那这次呢，我们找了鱼丸，还有我们的前同事们，要办一个小小的性别派对。せっかくみんな呼んだから、楽しいパーティーにしたいなと思って。楽しみです。これからいろいろ装飾していこうと思います。耶！我们还准备了一些小零食可以给大家吃。那想说等一下可以叫个披萨，可能就日本人就是吃了一些很定番的东西这样。大家看，我们还准备了白板，还有磁铁要给大家猜是男生还是女生。就我们两个今天真的是采买了一整天。私とルーちゃんはね、ギリギリじゃないとやれないんですよ。そう、我们真的花了两天打扫整个家里，就真的是大扫除。今とてもいい状態です。今家はめちゃくちゃ綺麗ですよ。日本的百元商店有卖超多，就是那种在家里办派对的小东西，我们两个今天就去买超多的。百元ショップってやっぱすごいね。なんかいろいろある。マジで日本の百元ショップめちゃくちゃいい。现在呢，我们要来画白板，画一半，男生跟女生。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。どうせ描くならちょっと綺麗に描きたいから。これ使おう。建筑魂，文章的建筑魂来了。綺麗にね。真ん中で。OK。ああ、いいね、いいね。綺麗でしょ。いい。で、こっち俺、男、こっち女の子っていう風にやったから、それで描きましょう。OK。我们文章呢，现在在嫌弃我刚才画的男生的部分画比较多，他坚持一定要均等。现在在量这个长度，好认真哦。然后跟大家说，现在只有我一个人知道宝宝的性别，文章呢他是还不知道的。ルーちゃんは女の子と男の子どっちがいい？どっちでも嬉しいんですけど、希望としては女の子の方がちょっと嬉しいかなっていう。文章也是一个有女儿梦的爸爸。見てください。真ん中です。哇，真漂亮，好棒哦！やっぱ建築やるとね、こういうこと気にしちゃうから。现在为各位介绍一下我们的会场。こちらが今回の会場となっております。はい、これね。きらびやかでいいですね。そしたらメイン会場となります。こちらでどうぞ。ダダンダダン、これが今回のメインのバルーンとなっております。ルーちゃんが頑張って描いてくれました。かわいいね。うまいね、ルーちゃん。女の子と男の子ってちゃんと分けてる。うん、わかるわかる。ここも頑張ってつけました。那个真的超难粘的，因为那个窗帘根本没办法贴胶带。大家看，我们一开始尝试了贴胶带，可是真的贴不上去，疯狂的掉下来。然后我就跟文章说，我们可以在后面夹夹子啊，然后夹夹子就不会掉了，超赞的。これはね、あなた頭いいわ。マイクも買いました。ルーちゃんはね、今回司会者兼主役ですよ。まあうちの子は主役だから私はつけてる。そうだね。ありがとう。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。ありがとうございます。アイビちゃんありがとう。イエーイ。こんにちは。初めまして。初めまして。コティです。コティです。初めてです。アイビさんと。お土産だよ、ルーちゃん。ありがとう。キットカットと、ハンドリーマンドと、ミカ。いやー。ありがとうございます。食べてください。お邪魔します。はい、ありがとうございます。ズミレイ给我葡萄、还有苹果。刚才文章已经放冰箱了。これ何？これね、なんか刺すと色の紙が出てくる。TikTok で見るやつじゃんこれ。わかる。全員泣くやつだよこれ。この3人は今マリオカートしてます。アイビー頑張れ。アイ応援してるよ。絶対負けない。絶対負けない。容赦しない。大人げないから。我が子のジェンダーパーティーに皆様おら、めっちゃ頑張って、お集まりいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
私ルーでございます。ありがとう。そしてそちらにいますのは私の専属カメラマンの旦那の運丹です。運丹参加メンバーを紹介させていただきます。最初はまさみさんです。はい、皆さんこんにちは。今日もこんな感じでもじもじ君として話してはい、来ました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。次は山本聖香です。こんにちは、前髪を切り立てです。一言。はい、ゆみです。はい、ゆみです。次は小芝ゆきです。コテです。指が繋がりました。お願いします。お願いします。最後は私の親友であるつめでございます。つめでありがとうございます。皆様とても情熱で、私もなんか今リラックスできました。よかった、よかった。そうしましたらベッドタイムに移らせていただきます。はい、こちらに貼っているあのマグネットあるんですけど、あのどっちと思ってるの。こちらマグネットを貼って名前を書いてください。はい、当たりました方は景品がありますので。あの、ちっちゃいもの、ちっちゃいもの、とってもちっちゃいもので期待しないでください。では、皆さんお願いします。最初は、まさみさんお願いします。はい、私は、こちら、ガール一票。女の子入りました。あら、次は、せいかさんです。はい、どっちかな。私は、男の子。お、次は、コティです。私は、ガール。おー、みんなガール。これはね、結構前から決めてたもん。え、そっちも結構前から決めたんで。次はアイビーです。はい、アイビー说要先听我的肚子然后再来决定。いいの。あと最後ね。因为文丹还不知道是什么性别。文丹文丹文丹やってないかも。どっちだろう。女の子で。おお。やっぱなんか女の子欲しいっすね。女儿梦、爸爸的女儿梦。希望だ。では本日のメインイベント風船割りタイムに入りたいと思います。私と文丹で風船を割り、青色当てたら男の子、うん、ピンク色当てたら女の子となります。オッケー。できないよ本当に。頑張って。わかったよねやから。と思ったんだけど、ウェンダーはやったらみんなに祝いしてもらいたいなって言ってみたんだけど。いいパパだよ。ウェンダーおめでとう。もうパパだよ、ふーちゃん。男の子を当たってくれたせいかさんとあいりさんを景品を差し上げたいと思います。台湾のお菓子でございます。かわいい。はい、せいかさんもね。やったー、ありがとうございます。これ食べないよ、もう。めっちゃじゃん。飾りが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 我们点了很多披萨给大家吃。今日本当に皆さんありがとう。おめでとう。パパどうですか。男の子といっぱい遊びます。してくれてありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう、改めておめでとう。ありがとうございます。谢谢大家。谢谢。バイバイ。バイバイ。
好，现在大家已经回去了，我们文当现在在收拾善后。いや楽しかったね。やってよかったね本当に。いやねなんか感動したねなんか。私もふーちゃんの感動の顔を見て私もすごい感動した男の子だいっぱい元気な子と遊ぼういろいろできるな俺もサッカーしてたからサッカーもできるし楽しみまあでもやってよかったねねえ、うん、楽しかったやっぱりねやる意味はあるなと思った、ね、あるある君と終わらない歌を歌おうたとえ夜が明けようとしてもお祭り気分で